望まない同居まるまるみたいな感じで呼んだらひょこっとその子うわぁこれやだやべぇ今も聞こえてるよ結構言ってるよ呪いオーブポルターガイストこの世には耳を疑うような話が数多く存在するあなたはこの恐怖に耐えれるだろうか本当にあったゾッとする話デーギー〇〇のゾッとする怖い話飾らせてるよえそんなのねえないよねあれじゃあしゃ酒飲んだデーギーやってやるよお前代わりにデーギー〇〇のデーギー〇〇のゾッとする怖い話あまあまあまあ許してやろうということでやってまいりました大人気シリーズ、はい、ゾッとする恋話ということではい、はい、本日も視聴者さんからいただいた恐ろしい体験談の話を3つほどお話ししていきます、はい、ちょっと久々な感じするねちょっと開いちゃったね、はい、前回は怖かったよね怖かったね怖かったそうですねあの水とかね今回あれに勝てるか分かりませんけど、はいまあ、ゾッとすることは間違いないだろうはい、はいはい一つ目のお話。買い物。まだ小学生ぐらいの時ですかね。お母さんに、ちょっと玉ねぎないから買ってきてと、言われまして、買いに行きました。近所にスーパーが2個あるので、どっちか安い玉ねぎ買おうと思って、一応両方行ったらしいんですよ。帰ってきて、お母さんにレシートとお釣り渡して、そしたらいけない。出ていけない。よし、びっくりしたやばい何事かと思うんですけど、それを本当に出されて言うんだ。まあ、小学生だったんで、この女性の方は。もうびっくりしちゃって、大号泣してるわけですよ。いや、何も悪いことしてないの。後々聞いてみると、おばあちゃんが笑いながら腕を掴んでたと。まあ、その女性もちょっと霊感あったんですけど、お母さんもっとあるみたいで。で、それでちょっとよろしくないということで、出したと。で、もうすぐ頭から塩振りかけられました。もう想像ね、絶する体験をしたんですけれども、はいろいろ聞かれましてなんかどっか悪いとこ行ったかと、まあ、行ってませんとスーパー行って帰ってきただけで、うんうんまあ、よくよく調べていくとスーパーの裏にね一軒家があるんですけど、うん、その一軒家が、1日前か2日前に全焼していて、そこで老夫婦が亡くなっていたと、あなるほどね、まあ、だからその方がもしかしたら連れて行こうとしていたのかもしれませんという、これは開幕のね、そうビビらせる系でした、ね、あなるほどね、よかったよかったやれよここや出ていけよ初めてさ、手汗じゃなくて足汗かいた本当にこう構えることない間にこの音が落とされると人間一番ノーマークなんで心理学のテクニック使ってきた2つ目の話望まない同居こちらは珍しく男性のお話でしたあら珍しいその方が中学生の頃ですね、はい、YouTuber になろうとしてたみたいで、紐試しをしようとで、なんかスポットに行くわけではなく、ただ暗闇みたいな暗めの道で目的地を決めてそこまで行くみたいな、で、2対2のチームにしてその夜道を移すみたいな、ただのそういう動画を撮ってたみたいなんですけど、チームが最悪だと4人いて1人は霊感がある子だったわけです、はい、で、その男の子と霊感ある子がチームだった2人で、で、あとの後はもう関係ない、なんもない2人がチームでちょっと怖いとということでチーム変えてくれないかと言ったんですけど、リーダー格の方がいやいやこっちの方が面白いと、はいはい、もしかしたら映るかもしれないみたいな感じで面白半分でそのチームを変えることなく肝試しがスタートしまして、はい、最初がその霊感ない2名のチームが歩いていって5分ぐらい経って見えなくなったところで、まあ、その2人も後ろの、ね、霊感あるのと自分ですよね、うん、その2人も出発していったと、はい、途中で道に迷ってしまってお寺みたいなところに着いたわけですよ、うん、まあとりあえず取れ高あればいいかみたいな感じで、うんはいまあ、正面から、撮ってる感じですよねこの男の男性の方が、うんうん、こう撮って引きで歩いてるような感じ、うん、こっちに霊感ある子がいる感じですよね、うん、でこう歩いてて画面越しにサッとこの間を人が通ったんですよ、声に出たみたいで、そしたら何がと霊感ある人は逆に何も見えなくて、なんだろうなみたいな、ちょっと人っぽいのいたんだけどなみたいな話をして、まあ、無事帰りまして、編集をしてくれてた人がその霊感のある人だったみたいで、霊感のある子から連絡が来て自分だけの動画が送られていて、これを見てほしいって言われて、その動画見るわけじゃないですか、うんうん、もう見たら完全に聞こえちゃったみたいで、僕と友達になってるとうわぁ、確かに疲れてきたいう声が入ってるんですね、この通り過ぎるシーン、あー
ゾッとして、うん、でも霊感ある子が編集してたから もっとゾッとしてるわけですよ、うん、めちゃくちゃビビってて、その子はちょっと雰囲気を和ませようとして、いいよ友達になってやるよみたいな感じの返答をしてしまって、ふざけたのよくないですね。 それが原因で返事をした日から怪奇現象が結構頻繁に起きるようになったみたいで、3回もその男の子を見てしまっていると。帰り道にポツンと横に座っていたり、弟がいるみたいで2階の弟を呼びに階段からこうね丸々みたいな感じで呼んだら、ひょこっとその子が出て、うわで、しまいには寝てる時にダッ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 って階段を登って、うわ、無理ノックガンガンガンされて、激しい。でも夜中だったからこう完全にまずい思って、そう無視をしていたら足をトントン、うわやばトントンってされちゃった。気持ち悪い。結構やばめの体験をしてしまいました。いやこれ怖え。そんな方の最後の文章がちょっと衝撃的でしたね。な私取り憑かれてしまったみたいです。友達になったからずっと今もそばにいるんですよね。友達やめられないわ。怖っ。え、でも俺らも一歩間違えたらそうなりかねない。そうだ、ね、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 悪ふざけしちゃダメだよ。そう、悪ふざけで返事とかするのは良くない。ただこの子の話によると、まあその後も結構目撃はしているんですけれども、あんまり悪いことはされてないと。まあ、この家の例と似てますよね。だからありがとうとか感謝の気持ちを持っておけば悪いことはされないと思いますっていう補足はありました。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ございますっておかしい。怖いね。そう、情景がちょっと怖いよね。いやだって呼んで顔が出てきたりとかさ、うん、弟すっげーどんどん言ってる。あ、今も聞こえてるよ。結構言ってるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いや、例えば、いや、悪いことはしてない。そうだ、いや、そうだね。なんか、喜んでるんだよ。いや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 、ええ、なんかやばいシーンだなって。なんか今ボウ、なんか、そう、ボウってボウって上だよ、上。感謝したから、俺反応が来るかもしれないんですけど、うんうん、それは別にここにいるよって合図らしい、うん、ああ、反応したってことだよね。逆に言ったら、なんかその一回一回ビビってる方が失礼だと思いますっていうのはちょっとありました。ビビっちゃったもんね。ビビるはビビるよ。怖いけどね。ビビった後にありがとうございますって言っとけばいいんですけど。それでは3つ目のお話に入ります。最後最後だ。早っ。もう10個やろうよ今日。最後は結構やばいです。やばそう。カラオケボックス。うわぁ、やばいじゃん。カラオケボックス、もう嫌です、もう嫌です、嫌だ嫌だ。結構レートで言うと、まあ、S から SS レートの話だ。カラオケ店でバイトをしていた女性のお話なんですけれども、はいはい、その方の、ね、カラオケボックスは地上地下1階と地上3階、4階建てのカラオケだと、うん、店員同士はやはりこのインカムでね、連絡を取り合うわけじゃないですか。まあ、そんな感じでその日もバイトをしていたと。305号室のお客さんから電話入ってきましたと。で、電話取りました。予約していない曲が入ると。バグみたいな、まあ、バグなのかわかんないですけど、うん、ちょっと直してくれと。じゃあ同じタイミングで304号室のお客さんからも電話が来て、曲が入らないと。ああ、うん、デモク逆だったんだな。そう、まあそういうことなのかなと思って、うんうん、何かの手違いで304号室のお客さんが入れた曲が305号室に入ってるのかなと、うんうん、いうことで、なんかペアリングし直して一件落着しましたと、はい、しばらくしますと、はい、305号室のお客様がお会計に来まして、お会計になるとインカムで連絡して〇〇号室のお客様ご退店しました、はい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 、言って、もう一人が二人のね、空いてるスタッフがその部屋の掃除と忘れ物ないかをチェックするのがアルバイトの仕事らしくて、はい、でもその日混み合ってたのと深夜帯で二人しかいなくて、一人は普通になんか作業してたので、もうこれ手開かないなと思って、インカム入れずに、まあ、自分で掃除すればいいやと思って、お会計をとりあえずすることにして、そしたらお会計2名分入ってるんですけど、うん、いや私1名ですと、305室のお客様は。でもやっぱその A さんですね、もう一人の店員さんの方 A さんとしますけど、うんはい、その A さんに、このお客様は何人で入ったって聞くと2人だったと思いますっていう回答が返ってくるんですよ、うんうん、でも305室のお客様は、いやマジで1人です、うん、途中入室も途中退店もしてませんって言い張ってて、嘘ついてる感じでもないので、うん、打ち直して1名分の料金でお会計をして帰っていきました、うん、で、その後、いや2名入ったと思うんですけどねって A さんが言ってて、じゃあもしかしたら幽霊なのかもね、うん、みたいな、うん、ふざけ半分で、うん、今からこの女の人は305室の掃除行くじゃないですか、うん、店員ないんで、
いや、やめてよと。じゃあその時2名分で入ったもう一人の人、まだ305室いるじゃんと。そうだから掃除がちょっと怖いと。やだね。よくなって、まあ、結局ビクビクしながら305室の掃除に向かいました、そしたらね、掃除が終わったぐらいで、まあ、出ようとした時にポンと曲が入りました。ゾワーっとして怖いね。さっきペアリングし直したと。もしかしたらまだ何かの手違いで304号室の曲が入ったのかなと思って、そう思い込もうとして帰ろうとした時、インカムにまた連絡メッセージ来ました、304号室のお客さん、ご退店です。これもう会計するところにないとその連絡来ないんですよ。304号室に今誰もいなかった。うわー、怖っ。うわー、入る状況じゃないんで、絶対入らない状況で僕が入ってしまった。うわー、本当に305号室2名分見えてて、見えてたら本当に幽霊で、本当にまだ305号室にいるのかもしれません。うわー、ずっといるんかい。カラオケマジ怖えよ。これが当事者だったらゾウがやばいよ。やばいよ、やばいよ、やばい、ありえないわ。勝手に入ってさ、横の人誰もいないなんて、かつね、2名分の料金入ってるからね。うわ、店員さんからしたら2人に見えてたわけ。そうだよね、見えてるわけだよね。じゃないの、やんないよ。だから今もいるんですよ、305号室。うわ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 、だから曲が入っちゃったって。カラオケ結構多いね。多い多い、マジで。俺らの地元のカラオケでもやっぱそういうのあったもん。あったね、あった。俺の地元もあった。うん、あった。なんか、のなんか一番奥の部屋がやばいみたいな。なんか聞いたことある。そう、お札がね、貼ってたんですよ。そう、お札がテレビの裏に、マジであって。マジ、それで超有名になって、まあそのカラオケ一番奥の部屋で、ここじゃみたいな話してて、そしたらもう、さーっとこの一番奥で、こっちにじゃあるとしますよ、自分の今いるところを最奥で、こうあるとするじゃん、もうカラオケが全体的に。行った行った。で、ここ階段ですみたいな感じの作りになってて、この最奥の奥、一番奥がトイレの、そうだね。で、結構人が出入りするみたいな感じなんだけど、パーッと人が、黒い人が通りかかってトイレに行ったの。おお。でもなんかそのカラオケってなんかモザイクみたいになってるじゃん、人が見えない。だから黒い人ってことだけわかるんで、でトイレに行くんだけども、何時間経っても帰ってこない。マジ？っていうのが一回あったの。一生出てこないトイレが。でトイレ行ったらもうすぐ鍵開いてる、いない、誰もいないです。うわ、でも俺が多分やってやんじゃんで調子乗ったのよ。そう、調子乗ったから多分その、ね、あ、もうちょっと脅しに来たんだ。そう、多分レイが来たのかなっていう今思うと。まあ本日もいろんなお話ありがとうございました。いやー、マジ怖かった。ありがとうございました。皆さんゾッとしたでしょうか。しました、しました。話してる自分がゾがやばいもん。本日もゾッとしましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。まだまだゾッとするお話、体験談、こちらのメールアドレスまでご応募ください。お願いします。お願いします。応募中ですのでね、皆さん次の動画出てけ。うん、行って行って行って。